皆さん、こんにちは。マダリグルフィッシュです。では、今回は、低凍の計算法、パープキット PC 版、駆逐艦のみで攻略を目指すということで、続きをやっていきたいと思います。まあ、前回はですね、まずこの重要拠点になっている南シナ海、ここに進行しました。貴重な鉄資源とお金、これの確保のためになります。でさらに続いて、レイテに進行しています。このレイテ進行の目的はですね、月にある、このセレベス海ですね、ここの鉄が欲しいということで進行しています。まあ、ただこのセレベス海にはですね、まだスパイが入っていない、敵の状況もよくわからないということになってますので、まずはスパイを送っておきましょう。セレベス海、そしてジャワ、マラッカ海峡、シンガポールですね、ここまで送っておきたいと思います。で続いて艦隊の方なんですが、前回レイテに進行した艦隊、がですね、まあ、少し消耗しているというのと、あと第1艦隊、第3艦隊でね、少し編成をしておきたいと思います。というのも、第3艦隊の揚陸艦の数がね、1隻減ってしまっているので、これで第1艦隊からね、揚陸艦を1隻移して、第1、第2、第3艦隊、それぞれ、揚陸艦をね、4隻体制にしてあります。もう一つですね、日本近海の方なんですが、第16艦隊。おいおい、これ巡洋艦入ってるじゃないかと、皆さん思いになられると思うので、この艦隊を解体しておきたいと思います。これはもともと、ゲームスタート時点、デフォルトでマレー沖にいた艦隊ですね。これを日本に戻して解体するという作業を行います。では、巡洋艦ね、廃棄していきましょう。残念ですけどね。まあ、巡洋艦とかはね、まあ、いわゆる軍艦扱いになるんですけど、今回使っていく駆逐艦は、実は軍艦とは呼ばれてなかったようですね。艦艇と呼ばれていたようです。軍艦と呼ばれる巡洋艦とか空母とか、戦艦とかはね、いわゆる船首に菊の御家紋があったわけなんですけど、このね、駆逐艦に関しては、その菊の御紋、御家紋はなかった。だから軍艦扱いじゃないっていうのがね、当時の認識のようだったようです。では、この後なんですが、まあ、お金が本当にない厳しい状況なんですけども、まずは、新しく作った駆逐艦と、そして揚陸艦、これをですね、一度、第16艦隊として編成して、レイテに向かわせて、合流を果たしたいと思います。先ほどね、第1、第2、第3艦隊、少し、まあ、南シナ海、レイテと戦いを進める中で、いくつか駆逐艦沈んでしまったので、これの補充という目的になります。で、毎週のように駆逐艦を建造していく必要がありますので、島風をさらに作っていきたいと思います。では、艦隊をね、合流させて再編して、セレベス海攻略戦、やっていきたいと思います。はい、セレベス海の方ですが、相手の状況分かりました。イギリス軍の第14艦隊が入ってますね。で、飛行場が3つあるのも確認しています。イギリス軍の第14艦隊相手にどう戦うかというところですね。では今回はこのセレベス海に突入戦をかけていきましょう。レイテから艦隊を出します。第1艦隊、第2艦隊、第3艦隊と出していきましょう。で、提督をね、乗せました。まあ、残念ながらこの提督の決断法 PK パープキット版は、提督たちはね、消耗品ではなくて、死んでしまったらもうそのまま終了してしまうんですけど、ここはね、出しを心理せずに使っていきたいと思います。敵の飛行場3つ場所確認済みです。第一飛行場に関しては即破壊していきましょう。ここに第一艦隊を当てます。第一艦隊が敵の飛行場を即破壊。で、第二艦隊と第三艦隊で、これもどうだろうな、敵の飛行場早めに破壊したいですよね。なので揚陸艦の数が多い、第3艦隊で
敵の飛行場、第二飛行場を先に叩きます。第二艦隊は第三艦隊の後からついていくという形ですね。イギリス軍の第14艦隊がいるということで注意を払っていきたいと思います。日没とともに出撃です。敵の飛行場占領してしまいましょう。揚陸艦はね、敵の、艦隊を攻撃する、あるいは敵の航空機を防御する、そういう機能は一切ついていないので、どうしてもね、護衛をつけてあげる必要があるっていうのがね、ポイントになりますね。では今、第一艦隊の揚陸艦4隻から敵の飛行場に向けて、陸戦隊が、上陸をかけていくというシーンになります。だいたい4隻の揚陸艦から陸戦隊を出せば敵の飛行場を、ね、破壊できるかなという経験値的に思います。ただ稀にね、攻略に失敗したり揚陸艦が沈められたりっていうことがあるので、揚陸艦はね多少余裕を持たせておく必要があるというふうに思っています。おっと、敵艦発見します。敵艦をどこで発見したか。敵艦をどこで発見してる？これ第一艦隊が発見してますね。第一艦隊と第二艦隊で、これはじゃあ艦隊戦の指揮に移りましょう。敵の飛行場はこのまま破壊ができると思いますので、ここから艦隊戦の指揮に移ります。第一艦隊の方まずライトつけましょう。第二艦隊は、現場に急行します。この角度から見るとおそらく縦長に敵の艦隊展開してると思うので、まずはここにね、残念ながら T 字型で逆 T 字型って言った方がいいのかな、あんまり良くない角度で敵艦隊に突入していくことになりますが、敵の艦隊の、ね、攻撃に優先しましょう。で、第3艦隊の方なんですけども、このまま行くと敵の飛行場の攻撃ちょっと間に合わなそうなので、一旦洋上に退避させましょう。思ったよりやっぱ足が遅いですよね。ではまずは敵の艦隊叩いていきます。さあ第二艦隊の方ですが、敵の艦隊の頭を制していきましょう。第一艦隊はちょっと消耗が激しいですね。第二艦隊は敵の艦隊の頭を取って、そこから魚雷を打ち込んでいきます。敵艦撃沈 OK だ。そしたら敵の飛行場の攻撃ちょっと今からだとね間に合わないと思うので、洋上で待機させて、残りね2つの飛行場の攻撃に備えたいと思います。はい、3時になった、雨も降ってきましたので、陸戦隊をね投入していきたいと思います。陸戦隊をこの2つ目の飛行場に向かわせましょう。で第3艦隊もですね、このまま南下をしてもらいたいと思います。ちょっと敵の飛行場一番下にあるんでね、マップの。このマップ一番下にあるこの飛行場は、3日目の夕方あたりにね、攻撃を仕掛けていくことになりそうかなというふうに思ってます。では、2つ目の飛行場の攻略、行っていきましょう。陸戦隊が敵の飛行場近くまでやってきてますので、このまま陸戦隊を投入していきます。さあ陸戦隊が今2つ上陸開始してます。残り2つもね、陸戦隊出てもらいたいと思います。了解了解了解。うわマジか、2つの陸戦隊がほとんど削れずに終わってんだ。これは苦しいな。思ったよりしょぼく終わっちゃいましたね、陸戦隊がね。そしたら第3艦隊を突入させましょう。陸戦隊が残り第3艦隊の方に、2
6隻残ってるので、このうち2隻は使ってもいいっていうね、判断でいきましょうか。いや、この第二飛行場の敵の守りむちゃくちゃ固いわ。あっという間に陸戦隊が散ってしまいましたね。マジか。これは2段階作戦になりそうですね。今回で第二飛行場まで破壊して、次の回に一番下の飛行場を破壊するっていうね、まあそういう形になるかなと思います。とりあえずこのまま進めていきましょう。はい、ちょっと昼間を挟んで陸戦隊をうまく敵の飛行場の近くに運べなかったので、今回は敵の飛行場を1つ破壊と、敵のイギリス軍の第14艦隊を壊滅させたというところまでになります。このままだとですね、まあ、ちょっと都合が悪いことに敵の飛行場が回復されてしまうので、連続で攻撃を仕掛けていきたいと思います。まあ、ここはしょうがないですね。連続攻撃を仕掛けていきましょう。セレベス海、敵の艦隊いないね。マラッカ海峡にはイギリス軍の第4艦隊がいるという状況なので、セレベス海は敵の飛行場残り2つ、これの破壊を行っていきたいと思います。では改めてセレベス海攻略に当たっていきましょう。敵の艦隊はいないの確認済みです。まあ、第1艦隊から揚陸艦を4隻、さらに第2艦隊から揚陸艦を3隻、そして第3艦隊から揚陸艦6隻で、敵のね、セレベス海の飛行場を狙っていきたいと思います。この夜のうちにどこまで行けるかというのはあるんですが、敵の飛行場を潰しにかかりましょう。多少の被害を覚悟してでも、敵の飛行場を潰しに行きます。ちょっと待ってくれ、敵の艦隊がいるじゃないか。マジか。これはちょっと取り逃しかな。さっき艦隊壊滅させたかどうか確かに厳密にはちゃんと見ておかなかったな。部活でしたね。そしたら第一艦隊の残りのこの3隻の駆逐艦でなんとか倒していきますか。これ敵1隻だけだとさ、いや1隻じゃない、もっといるぞ。しっかりいるって言っていい。まず揚陸艦を逃がします。これはもう絶対やんなきゃいけないですよね。さあ揚陸艦からまずは3つ出てくれた。雨、恵みの雨、これで取れそうだ。ただなんかちょっと陸戦隊が微妙だよね。最近死ぬのが早いっていう感じがしますけど、このまま、6隻の揚陸艦から6つの陸戦隊出たので第2飛行場占領確認です。そしたら次の日の夜ですね、3つ目の飛行場の攻略を行いましょう。ちょっと待ってね、敵艦発見って言ってるな。セリア丸が敵艦発見、どこのセリア丸だ。ここだ、空母がいる。待ってくれ、敵の空母発見しちゃってるじゃん。マジか。いやしんどいな。これシンガポールにいた敵の空母だな。第4艦隊ですねきっと。これをじゃあ潰しに行きましょう。全く想定していなかった敵の艦隊現るというところですね。まあ、揚陸艦を絶対に逃がしたいので早急に逃がします。まあ、予期せぬ遭遇戦とはこのことですね。雨が降ってくれてる今のうちにね、その敵の空母が沈められると一番いいんですけどね。空母に向けて魚雷を発射。
この魚雷当たってほしいけどな。まだ39ノット出てますね。39ノット出てる間はこのまま行きます。さあ魚雷をさらに打ち込んでいきます。よし、空母撃沈。残りの、護衛艦も沈めていきましょう。はい、陸戦隊が敵のね、飛行場を削ってくれてます。セレベス海獲得してます。味方の方は駆逐艦を4隻失っています。敵の方はやっぱりこれイギリス軍の第4艦隊はシンガポールにいたものですね。正規空母イーグルを撃沈。クルーザー軽巡を2隻取り逃ししています。これであとはシンガポールまで進んでいけたらいいなというところですけどね。さあまずはセレベス海攻略してますので、これでお金を1万円もらいます。1万円をもらったことによってだいぶね楽にはなってきますからね。攻略目標がどれもこれも微妙だな。今はジャワ沖に進出してシンガポールまで進みたいので、とりあえず2ヶ月間の作戦目標の南太平洋に設定しておいて、1ヶ月後にまた作戦変更を申し出ましょう。で、ジャワ沖ですが、敵艦隊、これ先ほどのイギリス軍の第4艦隊ですね、取り逃し分だと思います。飛行場の数は1個。これだったらちょっと無理してでもセレベス海から次ジャワ沖に進行をしたいと思います。艦隊をね再編して傷ついていない艦艇だけでジャワ沖攻略を行っていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねジャワ沖そしてマラッカ海峡攻略を行っていきます。